画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日はデッドバイデイライトパークルーレットキラー編の方をやっていきたいと思います。先週はねちょっとまあいろいろあったので、今週は、頑張ってね全滅目指していきたいと思います。というわけでルーレット回していきましょう。はい、出揃いました。サージですね。生存者を通常攻撃で倒した際に32メートル以内にある発電機が、爆発して、故障して 8% 一気に後退すると、でうめき声が大きくなる効果があるのかないのか、バグってるのかバグってないのかわからない全滅と、で発電機がつくたびに、生存者の位置を、把握できるエンコン、そして、生存者を担いでいるときに武器をブンブン振り回せる狂気の根性というわけで、今回この4つのねパーク構成、デモゴルゴン固有、ナース固有、山岡凛固有、リージョン固有で、ナースまだ1回もやってなかったので、まあ今回ナースの方でいきたいと思います。それではゲームの方をご覧ください。どうぞ。さあそれではやっていきましょう。神代の酒場ということでね、まあ、やっているんですがね、なんかねゴリゴリランク下がっていきそうな気がするね。ゴリッゴリですね、ゴリッゴリ。ゴリッゴリですわ。2戦目でそのランク3の米粒1から始めたんだけど、まあ、予測では多分ランク8ぐらいまで落ちるんじゃないかな。まずもって全盟がね、ほとんど息してないのがね。それがマジでやばい。あと発電機つくの早すぎる。カクつくな、カクつくな。当たんね。やっべー。What now? どこ行った？あんなところに。まあ、いっか、練習練習練習よ、全部。よいしょ。あ、そう、破壊可能株のね、モーションがね、追加されたみたい。ちょっとこれだけはちょっと動画にしとこうかな。破壊可能株のモーションね、なんかいろんなキラーでね、変わったみたいです。よいしょ。あ、全滅息してるわ。当たんね。いや、微妙な距離感がね。当たった。超える必要ないのよ。よいしょ。イエーイ。割と主要な発電機やられちゃった感もあるね。当たったー。おっと、オッケー。サージのね、効果範囲が狭すぎるんだよね。64とかでもいる。そこクールタイムになんかこうレベルの差のあれを設けるんじゃなくて、他のところに設けてほしいな。そっちで飛んだ。
よいしょ。もしかしてこれ全命がちょっとは息してるのでは。ここにより良いフックがあったわ。よいしょ。しっかり回復入れてくんな。ここはアグレッシブに行かないとね。せっかくなんで、せっかくの練習機会なんで。普段やるときシャドボなしで練習しないから、シャドボなしで練習できる機会っていうのがね、作ればいいんだけど、やっぱもうなんかもう快適さを優先してしまうんでね。快適さを優先してしまってシャドボなしでやるってことがなかなかないので、なんで引っこ抜かなかったの、かわいそうに。あらま、よいしょ。オッケー。あら、オッケー、よいしょ。まあそこ釣っておくかな。今回はね、割と頑張って回せますが、あそこでサージ反応しなかったのか。全員あそこいる？もしかして。びっくりした、びっくりした、びっくりした。動けないなと思ったら、ドワイトだったわ。動けないなと思ったらドワイトだったことなかなかないよ。待って待って。アッシュが見えた。どこに見えたのかは知らんけど、なんか見えた。なんだ、足跡ケイトか。ストライクでしょ、どうせ。なかった。マジかよ、マジかよ、マジか。狂気の根性なんだよな。よいしょ。これストライクなかったの。でかいな。倒せ。よいしょ。マジかよ。撮影2試合目にしてこんなうまくいっていいのか。アッシュそこにいるんやが。狂気の根性だぞ。っていうかアッシュ見てたよね最初。よいしょ、担ぎます。オッケー。あ、いいじゃん、いい感じに動けてるわ。なんかあそこに行って、まあドワイトから倒しとこうかな。誰もボロタイ持ってなかったと思うんだ。
走るタイプだね。あんまその脳死のリターンはしてこないタイプ。かな。はい。普通に走ってくるタイプの方が厄介だったりするんだよね。オッケー。今のブリンク良かったね。これなんとか米粒被害はゼロで済みそうか。さすがにこんだけ釣ってりゃプラス1。なんか早いな回復。独学の民でもいるか。向こうこっちの方に戦場移しても良さそうだね。うまい固まり方してるな。こう古城にアーチ状にね、あの固まるのがね一番楽なんですよ。あ、やっぱりこれ、あ、ちょっと待って、このドワイトが一番厄介だ。わかるわ。え、違う違う違う、なんで吸ってんの。このアッシュはね、リターンしてくるタイプだから。あ、で、その3日目ありがて。ありがたいんだけど、アッシュが離れちゃうに意味ないな。うん。待って待って待って、今のはもう両方のミスがね同時に重なった結果。何してんの。お、デッドハード。よいしょ。あ、これどこを戦場にしてもいいな。あ、いいぞこれは。これは乗ってきたね。いいね。序盤完全に押され気味だったけど、やっぱじいちゃんストライク持ってなかったのでかいな。これ切り返してる。でケイトはもうここがやばいってことに気づいていて、オッケー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 、そっち逃げてくれるのありがたいよ。失敗した。当たんねえ。オッケー。ストライク持ってっかな。持ってないわ。ラッキー。ラッキーだけど結構発電きついかな。まあでも割とゲームとしては充実してる。え、1個前の試合めっちゃ煽られたんですよ。あまりにも私のプレイングがねクソすぎてね。いた。
この4つ壁にアッシュ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 、え？あれはアッシュじゃないよな、ケイトだよな。アッシュどこ行った？真面目に回復が早い。今カラス飛んだな。ただでも離れるのが怖い。ケイト直してないな。向こうの発電機もでも見とかんとな。うわ、めっちゃ進んでる、めっちゃ進んでる。オッケー。いやー、ジジイでござった。うん、まあアッシュはいいや。よいしょ。ふー、アッシュはいいや。いやー、ジジイでござった。いたよな。今なんかアッシュの足跡あったし、アッシュの息もしたのでいたんですが、まあいっか。オッケーオッケー。うん、 GG でござった。いやー、よかったね、8まで落ちずに済みましたわ。というわけでね、ストライクが1人2人か。アッシュめっちゃ点、なんであんな回復早かったんだ。ずさんがないからとかそういう感じじゃないよね。絆ずっともせ、あ、まあ普通に2人回復対応してただけかな。めっちゃ回復してたからあれだったんだけど。まあまあまあ。うん、シャドボなしでもなんとかなりましたね。というわけで今回は、狂気の根性も意外と刺さったし、全盲も今多分バグってんだけど、今回も鋼の意思ないんだけど、そこまで大きく聞こえなかったからね。全盲結構でかく聞こえるんだけど、あんまりそのでかいって感じはしなかった。通常の呼吸音は多分でかくなってたんだけど、怪我してる時の声が微妙だったかなっていう感じで、まあ、エンコンと、まあ、サージ。サージはね、頑張ったね、今回ね。で、まあ、破壊可能壁のモーションが追加されたと。途中ちょっとね、諦めて、喋ってない場面があったかもしれないけど、まあ、そういう時もね、多々ありますよ。特に、まあ、全滅できなかったりした試合は、まあ、通電まで持っていかれたゲームってあんまり動画にすることないんでね、そこから喋らなくなることが多いんですが。まあ、今回はね、なんとか、まあ、1人8逃げまで、ね、通電させずに持っていくことができたというわけで、良かったんじゃないかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。